私は韓国文化院で中高生講座を担当しているジョンと申します。今回は多言語と社会というゲームに合わせて、こちらの講座について講座のカリキュラムや実際の事例を紹介しながら説明させていただきたいと思います。講座のカリキュラムを通して、受講生たる中高生たちがどのように社会とつながりを実現していくのかをご紹介したいと思います。まずこの講座はタイトルの表紙にもあるように、2011年から駐日韓国文化院セジョン発端と公益財団法人国際文化フォーラムが共催している講座です。子どもたちは家庭から離れて自分と違う人との出会いを通して社会的な人間に成長していくのです。なので、その初めての一歩である学校での様々な経験は、彼らにとってはとても大事なことに違いありません。その経験とは、友達や先生との人間関係からの経験はもちろん、学習面での様々な経験のことでもあります。その中で外国語学習に焦点を当ててみると、日本での外国語教育は主に英語が中心になっているのが、文科省の学習指導要領を見てもわかります。グローバル化に向けた早期英語教育という観点より、2011年からは小学校での英語教育が本格導入されました。小、中、高校において一貫性を持たせた外国語教育であることや、卒業後の進学や就職において最も有利なのは、世界の公用語かつグローバル言語の英語であるという考えを踏まえれば、外国語学習イコール英語学習というのは当然の結果かもしれません。しかし、グローバル化に対応する人材育成のための外国語学習が英語だけでなければならないのでしょうか。この表は高等学校などにおける英語以外の外国語科目の解説状況についてをまとめたものであります。英語以外の外国語の科目を設置している高等学校などは677校で、言語数は18言語に及びます。言語別に最も多いのは中国語、続いて韓国、朝鮮語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、そしてその他の言語順になります。文科省によるこの調査は2年に一度行われているものですが、次のグラフを見ると、解説コースは2007年度以降は減少傾向にあることがわかります。2019年度の通信を除く高等学校数が4887校であったので、約 13% の学校が1つ以上の英語以外の外国語を提供していることになります。すなわち、英語以外の外国語を解説する学校は少ないため、高校卒業時に英語以外の言語を学習できる環境にあった学生数は絶対的に少ないことがわかります。これは大学進学を考えた場合、多くの大学が外国語として英語を入試科目に設定していることが大きな要因ではないでしょうか。また、2021年度からセンター試験は大学入学共通テストに移行し、英語は民間の資格検定試験に変わることが決まっています。また、高等学校学習指導要領では、英語以外の外国語に関する科目についてこのように設定されています。言語それぞれの特性があるだろうが、一括して英語に準ずる目標及び内容にすることは大丈夫でしょうか。文科省の示した外国語学習の目的が国際理解力を身につけるというものであれば、英語を学ぶ意味は大きいと思われますが、国際理解教育イコール英語教育だけにすることは、その他の言語及び文化に触れ合う機会を奪うことになるのではないでしょうか。英語だけではなく、複数の言語を学ぶことは、母語や既学習した英語とも比較しながら考え、多様な考え方や視野を持つことになり、異文化を持つ人々の立場からその文化を見つめ、理解することができると思います。このグラフは、山地純子2019が法務省入国管理局の2017年外国人入国者数統計より作成した外国人入国者数地域別推移です。2017年度の再入国を含む外国人入国者数は約2743万人で、アジア圏からの入国者数は全体の 84.8% を占めていて、英語圏であるアメリカやヨーロッパからの入国者数合計は全体の 8.7% となっています。山地純子2019によると、観光地や商業施設へのコミュニケーションは国際共通語としての英語を介して行われていることが確認されている一方で、日本に来る人の多くが非英語圏であるため、多くの観光地では注意書きや店員の使用言語として英語に加え、中国語、韓国語もますます使用されるようになってきており、
教施設や交通機関では、日、英、中、韓の4言語表記及び音声アナウンスが標準になってきています。また、タイからの訪日客の増加で、タイ語の需要も増えていることを考慮に入れると、ベトナム語、インドネシア語、タイ語などの言語文化を理解することが急がれています。このように実際に言語習が行われている場は、教育現場とは違い、すでに変化していて、国の教育政策よりも急速に個人や企業単位では、多文化多言語対応が進んでいると見ています。このような状況を踏まえ、英語一辺倒の外国語教育から脱して、世界の言語の多様性を学ぶ機会を与えることが必要です。英語以外の外国語として韓国語を学びたいけれども、学校の授業がなくて学びの機会がない中高生のために、中日韓国文化院セジョン博覧と公益財団法人国際文化フォーラムは、このような考え方をもって、次のように中高生のための韓国語講座を設けることにし、今年で10年目になります。この講座はご覧になっている外国語学習の目安の教育理念に基づいてコースの目標を立てています。現世界は地域や国の境界を越えて人、物、情報が同時多発的に行き来し、その変化の規模もはるかに想像を超えています。またその中で起きている様々な問題や課題も一国ではなかなか解決できない人類共通のものでもあり、こちらの課題を解決するためには多様な言葉や文化の背景を持つ人々とコミュニケーションし共同していかなければなりません。それで多言語多文化が共存共生する21世紀のグローバル社会を作り上げていくためには、互いの言葉をや文化を学び、自他のつながりを深めていくことが求められています。外国語教育こそこのようなグローバル社会を生き抜く力を育むとともに、若者たちの人間形成にも貢献する使命と役割を担っています。外国語学習の目安はこのような考えを持って、日本の高等学校の中国語と韓国語教育から新たな外国語教育を提案している教育方針であって、このような特徴を持っています。皆さんも一度そのホームページをご覧になってみてください。外国語学習の目安の教育理念は次のようになります。外国語学習を通して他者を発見し、自己を発見し、自他の理解を深めながら関係性を築き、共同社会を作ることを目指します。他者とは人としての他者及び多言語、文化、社会を指しています。その他者との出会いを通して様々な発見や気づきをもたらし、お互いに尊重の念を持って向き合うことにつながる。このような他者との出会い、関わることによってこそ見えてくる自己があります。すなわち、他者という鏡に映ってくる自己が存在するのです。多言語との対照によって次言語を再発見し、多文化との比較によって自分化を再認識できます。また、自己の考えを表現するとともに、相手の考えを理解しようとする中で自己を振り返り、自己を再認識するのです。このような教育理念に基づいて、この講座の目標を次のように立てています。自分のことや友達、家族のこと、学校をはじめ日常の生活などを韓国語で簡単に紹介するなど、同年代の韓国人と最低限の交流ができるようになる。韓国語のスピーチコンテストである、話してみよう韓国語中高生大会や、クムホ・アシアナ杯、話してみよう韓国語高校生大会に出場することができるようになる。このようにコース全体の目標を設定し、コースを3タームに分けて、次のようにターム別の目標も設定しています。写っているのは発表者が担当した初年度の2012年のターム別目標ですが、外国語学習の目安の教育理念に基づいていることがわかると思います。1タームのテーマは発見で、韓国語でわかる、できるを実感することです。ハングルに親しみを持ち、自己紹介をはじめ、簡単なやり取りができるようになります。2タームのテーマは、共同で、韓国語でやったを実感できるように、仲間と協力して、話してみよう韓国語のスキットを演じ、K-POP の曲を歌って踊ったりすることができます。3タームのテーマは、つながりを実現することで、同世代の韓国学校の子たちとの交流会を企画実施することができます。このような目標を立ててやってきましたが、4、5年前からは次のように少し内容を変更しています。
大きな流れは同じですが、同世代との交流の場を1回にとどまらず、4、5回にわたってやっていきます。その内容も単なる交流ではなく、スピーチコンテストの練習に寄り添って一緒に完成していく中で、互いの文化の共通点や相違点に気づき、尊重の念を持って学校以外での社会的なつながりを実現していくことを目指しています。また、セジョンハッタの受講生交流会に参加し、世代を超えた交流の場を通して、他者と自分を発見し、つながりを実感することができるようにしています。対象は現役の中学・高校生で、原則として学校で韓国語を履修できない人、約20人から25人です。募集要項のレベルは韓国語入門ですが、受講生の中には独学で学習した経験がある生徒もいます。期間はスピーチコンテストや受講生の交流会の実施日を含む1年24回で、1回の授業は90分です。まず、年によって細かいタスクが変わったりもしますが、こちらは1タームの成果物として交流会の相手の韓国学校のサークルに送る自己紹介用のビデオレターを撮影する前の様子です。まだ知らない相手に自分を伝えるために最も良い方法として、各自自己紹介用のポスターを作りました。そして、そのポスターを持って撮った自己紹介用のビデオレターの一部です。안녕하세요저는사이리예요江戸川여자고등학교1학년이에요東京葛飾区에살아요제취미는그림그리기예요그림그리기예요잘부탁합니다こちらは2012年度のタスクの一つであった仲間と協力してデザインし作成した T シャツです。このような活動を通して自分と違う意見を持つ仲間と協力し合うことの大切さを学ぶことができたと思います。こちらの写真は2018年度1タームの最後に行われていた東京韓国学校のサークルとの1回目の交流会の様子です。身につけた韓国語や日本語、時には英語も交えてお互いのことを知っていこうと交流活動をします。いつもの家族や友達ではなく、同じ日本に住んでいても違う環境で生活している同年代の人との出会いを通して、柔軟性のある考え方や行動を身につけることができました。右下のアイスブレイキングを通して緊張感をほぐし、その後グループで各自が考えている韓国、日本について話し合いを行っている様子が左の写真です。右上の写真は1回目の交流会を終えて集合写真を撮ったものですが、その表情からは緊張感より穏やかな雰囲気を感じられるのではないでしょうか。こちらの写真は2019年度1タームの最後に行われていた1回目の交流会の様子です。昨年度から始めてスピーチコンテストのステージアトラクション部門に一緒に参加することを決めて、そのための話し合いをしている様子です。そしてこちらの動画はスピーチコンテストのステージアトラクションの舞台での様子です。みんな違ってみんないいというのがこのようなことではないでしょうか。ハングルの読み書きはもちろん簡単な自己紹介ができ、それを伝え合うことができて嬉しい。また講座を通してもっと韓国語を勉強したくなったり、韓国についてもっと知りたい、留学してみたいなど様々な感想が毎年あります。ここで最も大切なのは、この講座を通して今まで自分が知っていたことが全てではない、そして異文化を持つ相手との関係性を構築していく中で、その知識などの修繕も可能だということです。
次の動画はこのような様々な活動の集大成としてのスピーチコンテストでの発表の様子です。여기점프해주세요라고쓰여있어사진찍는곳인가우리오늘만난기념으로기념사진찍자좋아하나둘셋뿅ここからはこの講座を受けた生徒たちの実例を通して、韓国語学習がどのように彼らの社会活動をつなげていったのかを紹介したいと思います。まずこの講座を受けたことがきっかけで、日韓の中高生交流プログラムに参加し、日本国内にとどまらず、韓国国内の同世代とのつながりを広めていたりもします。その際、ここで学んだ韓国語や気づいたことを活かし、協力、共同作業をしたといいます。またこの講座は韓国語の授業を受けた人はもちろん交流会に参加していた韓国学校の子にも影響を与えたと思います。韓国学校の子は日本社会で生活はしているけれども、普段の生活範囲が韓国学校が中心になっているので、日本人との交流は少ないのが現実です。なのでこの講座の交流会に参加したことがきっかけで、もっと他の人との交流もしてみたいという気持ちになり、今年は国際文化フォーラムの多言語、多文化交流パフォーマンス合宿に参加し、また新たな発見や国境を越えたつながりを実現しました。また、高校卒業した後、自分たちが参加していた話してみよう韓国語のスピーチ大会を運営する実行委員会に入り、大会の準備を進めていきます。その活動を通して、学校とは違う規模の社会をいち早く経験することによって、社会を見る視野も広がっていくと言えます。また、この講座を受けたことを機に、大学や専門学校で韓国語を専攻すると決め、韓国への留学までやってきた人もいます。もちろん、講座を受けたみんながそのような道を歩んでいくとは言えないですが、単なる関心、興味から始めた韓国語が自分の未来を大きく変えたという生徒もいます。2000年代に入って始まった韓流ブームは、日本での韓国語教育にも大きな変化をもたらしました。両国の政治状況によって左右されることもありましたが、大学や民間の教育機関での韓国語学習者の増加、および高等学校での英語以外の外国語として、韓国語を選択する学生も増えています。しかし、決してメジャー言語とは言えないので、前述したように学校現場での学習機会は少ないです。それは、韓国語だけではなく、英語以外の外国語教育は大体同じ状況に置かれています。今日の発表を通して、世情発端で韓国語を学び、様々な経験を積んだ彼らがどのように成長していくのか、そして社会とのつながりをどのように実現していくのかを紹介してしました。多様性を持つ彼らが英語以外の外国語に触れ合う機会、またもう一歩踏み込んで習得できる環境を整えて、彼らを世界で活躍できる人材として育てていきましょう。